ありがとう生態の平野です。最近脳幹とね、非常にこう、しつこく言ってますけども、昔サーファーには、花粉症がいないというね、本を読んで、花粉症私も本当にひどかったんで、サーファーには花粉症がいないという本の中で、ビタミン D、日に当たることですね、もうこれが、すごくこの花粉症に、効いている、アレルギーにすごく効いてますよというね、本を読んで、日をたくさん浴びることも、実践してきたんですけども、結局ですね、人間の中枢、脳の中枢、脳幹ですね、脳幹を鍛えるためにはこのやっぱりバランスを、すごく取るというね、でそうするとサーファーはやっぱりこのバランスを、ね、非常に、取る、訓練になる。これは脳幹、クッションを、ね、開発した、先生も、ね、こう言われています。海の上に、ね、この発泡スチロール の乗り物を作って、そこで、ね、こう鍛える、そうすると、ね、いろんなものが変わるんだよみたいな、ね、ことを言われています。つまりサーフィンもすごくこの、バランス、脳幹を鍛えている。ですからサーファーに花粉症が少ないとしたらですね、日に浴びるビタミン D も大事だろうし、その脳幹を鍛えるということもね、聞いていてという、話なんだなということをね、改めて、思いました。そんな形で、花粉症の方、サーフィンをされるといいかもしれません。